ジャッキンとダミオン・イーズリーは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク出身の、元プロ野球選手、野球指導者、ウトウミギウチ。現在は、MLB のサンディエゴパドレスで、打撃コーチを務める。1988年の MLB ドラフト30巡目で、カリフォルニア・エンゼルスから指名され、1989年5月24日に、契約して、プロ入り。 1992年8月13日にメジャーデビューを果たす。1996年7月31日にクレッグゴーアとのトレードでデトロイト・タイガースへ移籍した。2003年3月28日に自由契約となり FA となる。4月2日にタンパベイデビル・レイズへ移籍した。6月4日に自由契約となり FA となる。同年12月29日に フロリダ・マーリンズへ移籍した。二千四年十月二十八日に FA となったが、十一月二十二日にマーリンズと再契約を結ぶ。二千五年十二月十二日にアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。二千六年オフに FA となり、十月三十一日に一年九十五万ドルで内野のユーティリティを求めていたニューヨーク・メッツへ移籍した。二千七年は、 開幕から内野のユーティリティとして期待されていた。しかし、正直類種のホセ・バレンティンが故障で、長期離脱したため、レギュラーダッシュかと思われたが、若手ルーベン5体の台頭や、シーズン半ばのメジャー屈指の二類種、ルイス・カスティーヨの獲得などもあり、それは叶なわなかった。そのため、二類種の控えや代打としてのプレーが主だったが、主砲、カルロス・デルガドや、 ショーン・グリーンの不信などもあり、内野すべてと抑止を守り、シーズン終盤まで地区優勝争いを演じていたチームに大いに貢献した。結局、76試合という限られた出場機会ながら打率、286年ぶりの二桁本塁打となる10本塁打をマーク、同年10月31日にメッツと再契約を結ぶ、2008年を最後に引退した。 2012年から7年間サンディエゴパドレスのマイナーでコーチを務め、2019年シーズンからはパドレスの打撃コーチ補佐に就任する。2020年シーズンからは打撃コーチに昇格する。ありがとうございます。